人一人の安心、郵便局の簡易保険。はい、コラムニスト、そうです、特集は谷圭さんでございます。よろしくお願いいたします。今日は、特集ですけれど、特集これですね。ガチョンじゃないですね、それは。で、今日はガチョンの特集じゃないんです。 V社員といえばサインは V でしょ、それで今日はそのね、同窓会をね、同窓会シリーズ、はい、一遍あるウルトラマン、ウルトラマンでやりました。はい、今回第2週でしてね、サインは V で、はい、見てました。サインは V はもう全部見てました、ね、全編もうほとんど言えますよ。あ、そうですか、あれは45分ぐらいあったんですけどね。45分もありましたか、とにかくこれは45分作りまして、それでまあ同窓会をやったんですよね、はい、で同窓会のシーンをこれから見ていただくわけですけども、なんと、はい、ついでに余興としてこのキャストが第46話目っていうのを余興で作ったの、スペシャルというの、すごい、まずは、はい、その同窓会シーンというのを見てください。サインや V、 放送終了24年目の今年、その同窓会が開かれました。駆けつけてくださったメンバーは、主人公浅岡由美を演じた岡田可愛さん、頑張り屋のチークを演じた小山一歩さん、関西弁の元気娘久保田幸子を演じた青木陽子さん、関西弁だったのね、チーム最年少のミリを演じた泉陽子さん、ライバルチームのエース大本流子を演じた林真紀さん、そして立木大和の監督牧圭介を演じた中山仁さん、また出席できなかった方々からは花が贈られ、電報も寄せられました。では乾杯しましょう、はい、どうもどうも、乾杯。これはその貴重な同窓会の記録です。かつてのその、はい、あのサインは V のね、テープがあるんです。うわ、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいのがある。メンバー面集。そう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 。これをね。でもさ、やっぱ二十何年も経つと、なんか見てみたいなっていう気持ちない？ね、そういう気持ちもある。でも早く蓋をしたいっていう気持ちもある。それはすごくある。まずは必殺技編から。レッツゴー。すごい。これは練習中にね、ちょっとやってみるからとか言ってね、やったシーンなんだよ。当たってネットスタッド落ちたのよ。考えたら随分のあれだね、挑戦的な顔してるな。すごい顔してる。どうぞ。はっ。うわ。こんな、もうフグみたい。でもやっぱ迫力あるわね、今見てもね。いいね。やっぱりね。あれができればね、オリンピックね。続いては特訓編。ほら、これだよ。これだ、ほら、スピンつけちゃって。あ、これだ。あ、ほら、ゆっくりやってる。ボールの音で判断しろとか言う。合宿場の裏なんだよ、これが。あなた、いつかバレエは遊びでやってるんじゃないって言ったわね。言ったわよ。私だって遊びでやってるんじゃないわ。その証拠見てたんだ。ほらほらほら、ダックシューズ。重いわ。鉛の入った靴よ。私あのブラックシューズを盗んで練習したね。そうそうそう、覚えてる。ほら、あれに来るんでしょ、これ。全然気がない。全然気がないね、やっぱりね。ジュン、さ、立つのよ。あなたママできるわ。必ずできる。ほっといてよ。あまりが入ってるからね。あ、懐かしい。ああ、
ことで。何を隠そうさ、言っちゃっていいのかな。マジックで塗ってたんでしょうかね。誰が考えるか、いろんなものを考えるよな。そして青春感動編。おじさん、中華一つ大盛りね。いらっしゃい。中華大盛りですね。ああ、私や。そんな私は声なんか、ただその高額のために聞いておきたいんだ。教えてあげようか。うん、胸がキューンと熱くなるのよ。キューンと。そう。やったね、これも。これが恋だべか。優勝してアメリカに行くんでしょ。お母さんに会いに。ジュン。あ、これがもう死んじゃうところ。死んじゃうところ。ほら、ブイサインやろ。ご臨終です。でもすごい番組だと逆に今頃になって、ね、そう、うん、そうね、5年経ってこうやってね、すごい番組だなとか思い出話に花が咲いたところで、テレビの王様名物同窓会名簿に貴重と相なりました。メンバーのうち4人はすでに芸能界を引退しているため、自分のサインを忘れてしまった人もいたほど。この後全員で3位の V の思い出のロケ地である世田谷区の羽根公園を訪ねてみました。痛い目つらみなと。俺はほとんどないんだよね。ごめんね。ただ向こうの斜面でやったなってのを覚えてるんだよね。よくやるな、スクリーンつけてこんなことやった。そして恒例記念撮影。同窓会はひとまず終了ですが、実はこの時再会を記念してサインが V の続編を制作したのです。ここまではグリコ共同乳業とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはコカ・コーラボトラーズ P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。一流の映画監督が最高の髪を求めるとき、この名が上がるはず。リダルサスン、ヘアスタイリストが作るあの髪のコンディションを望むとき、あなたにはリダルサスンのシャンプーとコンディショナー。毎日のスタイリングのダメージから髪を守り、しなやかで弾むようなサスーンクオリティに保ちます。見せる髪、サスーンクオリティ、リダルサスン。喜びに会える季節が来ました。語りきれない思い出がある。言葉にできない喜びがある。あなたにいただいたものがいっぱいあります。しっかりと絆、たっぷりとうまさ、味わいの風格、贈り物にマルダイギフトセット。あれから24年、立木大和バレー部監督牧圭介は最大の危機を迎えていた。手強い挑戦者が現れたのだ。
彼らは牧に監督の座をかけた挑戦状を送りつけていた。どうすればいいんだ。そうだ、朝岡が、朝岡たちがいてくれたら。朝岡由美、24年前稲妻落としを操り立木大和を日本一に導いた伝説のエースである。マキを救えるのは由美しかいないのだ。朝岡、お前を超える選手はついに現れなかった。お前は今どこにいるんだ。監督、私が戦います。朝岡。監督、純もいます。うちらもおるで。なんだお前たち。牧の危機を察し、あの立木大和のメンバーが再結集した。牧さん、私も殺人スパイクで応援するわ。ここにライバルまでが集まり、24年前の伝説のチームがよみがえった。戦いは始まった。試合は一進一退を繰り返し、2対2のまま第5セットを迎えた。由美さん、マッチポイントよ。ここが勝負やで。由美さん、あれしかないわ。運命は由美のこの一球にかかっている。24年経った今でも由美のサーブは通用するのだろうか。やった、稲妻落としは成功した。立木大和は永遠に不滅だったのだ。やっちゃったわよ、ちょっとねえ、稲妻落としやっちゃった。冗談じゃない、私はやったってことあったからやるの。結構できないから。というわけで同窓会は大成功。皆さん本当にお疲れ様でした。うわー、うれしい。お待たせ。お待たせですよ。